川野田チャンネル。あ、どうも、あ、どうも、どうも、ありがとうございます。ということでね、今回はこれです。だー、何買ったか忘れちゃいまして、ちょっと言えないんですけども、あ、ごめんなさい。これちょっと写真撮っとかなきゃいけないんだ。これです。だーん。これはですね、サムネイル用に今、ちょっとね、申し訳ないです。これ、紙入ってるかな？よし、来た！よかった、あった！ちょっと待ってください。これ中身、ほとんど見てないからまだ。ちょっと見えちゃったけど、これです。何買ったっけ？数量限定特価って書いてある。お、これ来てるね。こっちだ。ノンジャンル、おもちゃ、いっぱいセット来たー、やったぜ。ノンジャンル、おもちゃ、箱いっぱいセット。1980円です。ということで、開けてみましょうか。おもちゃね。いやということで、来ました。おもちゃです。見てください。大変なことになっています。この、プラレールのレールですね。バツになってますね。X！ ということで、長っ！プラレールのレール、長え！マジか。おもちゃいっぱいセットですからね。で、もうね、これでまあかと、言わんばかりですね。ちょっと待ってください。マジか。開いてないんじゃねえしかもこれ。すごいね、これ。いや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 、マジか。こんなにいっぱい。これさ、ワンボックス、ワンケース分ぐらいあるんじゃない？うわ、どいてきたらえらいことになってるのがさ。マジかー。うわー、ほら見てください。妖怪ウォッチがこんなにたくさん。今上乗っかってるやつだけど全部取ったら。こんなにいっぱい。もう、ワンケース、二ケースぐらいあるんじゃないこれ。ね、すごいね、この量。ねえ、こんなにいっぱい、同じやつ。妖怪ウォッチ、メダルでしょこれ。メダル、妖怪メダル USA。すげえな。そしてですね、レールですね、レール。プラレールの。うわ、プラレール。ほら、これ来たよ、これ。これいっぱいあるんだよ、これ。でもこれね、懐かしい。これは懐かしいよ。これ嬉しいな、ちょっと。ちょっとこれ懐かしい、これ。ほら、コカ・コーラについてたレゴ。これね、人間欲しかったんだよね。なかなか、ね、人間じゃないのがね、入ってたりするんですよ。この中にね、骸骨がいるの、骸骨。そう、骸骨いいね、つってね。なんか人間じゃないのが入ってる。これ明らかにもう、このごっつさはもう明らかに、もう違う。ね、人間じゃねえ。なんなんでしょう、これ。これは、スターウォーズの、なんか、顔だな、顔。スターウォーズ、トランスフォーミング、なんか、ロボットになるのかな、これ。フォーミングなんとかって書いてある。へぇー、ロボットなのかな、これ。これ、なんか、スーパーの袋みたいに入ってた。ほら。あ、破れてるわ、これ。ほら、スターウォーズのやつ。なんでしょう、これ。おもちゃ、手にくっつく。ねえ。なんか入ってるけど、しかも。なんでしょう、これ。人が入ってる。人がいるよ。ほら、スターウォーズの飛行機が入ってる。あ、これ基地になるのかな、これ。パカって開いた。あ、こういう基地になるみたい。ほら。なんか、すごい、これ。おー。ねえ。はい、ってことで。はい、もう、いつもの仮面ライダー来てる。800って書いてる。800で買い取ったのこれ。すごい。ね、ライドウォッチのやつ。仮面ライダーのやつ。はい、このなんか、ほら。パズルみたいなんだけど、ほら。剥がれてる、もう、ボロい。はいはいはい、こうやってね。なんかこうやって語ってパズルにするやつ。ボロボロですけどね。あ、これ開けてないよ。プリちゃんなんだろ、これ、おもちゃかなんかに使うやつかな、なんか、ね。パーツみたいな感じ。同じのもう一個入ってる。あ、違うバージョンもね。色違い入ってる。あ、かわいい。
ヘボットだ、ヘボット。おもちゃ、人形ね、背中つ、なんかついてるけど、あの人みたいな。かわいいね、これね。いいんじゃない？あ、今回いいかもしれない。あ、マジか、まだいっぱい入ってるわ。ほら、こんなに USA のやつ、これ、こんなにまだ入ってる。すげえな。これはあの、カメラライダーのあのね、ライドウォッチかな。あ、これほら、あの、ガチャガチャの、なんつうのこれ。あの、黒ひげ危機一発。そして、電車。ね。これ何これ？なんだかの、なんらかのパーツ。そして、これは、あ、ちゃんとしたトミカだ。正規品のトミカ。そして、これは、なんか戦隊物のやつかな。ね、コンテナ。なんか、トラックかなんかなのかな、これね。はい。で、カメラライダー。ね。あ、プラレール、ちょっと思ったより少なかったな。よかったな。これ、おもちゃ。ピストルのおもちゃに、なんか先っぽに、なんか、ショベルカー入ってっけど。バキバキみたいなね。これ何のだろう。ウルトラマンカラーだからなんか、ね、いいね、これ。何なんでしょうか。わかんないけど。うわ、でかもうなんか、ワンちゃんのなんかお世話セットみたいな、なんかママごとのやつか、みたいなな。なんかこんな感じかな、ほら。ワンちゃん入ってるから、ね。こんなでけえの1個入ったよ。うわぁ。あ、これ知ってるわ。なんか、当たったやつだよね。検証かなんかで。なんか、あの、コーラのね、リモコンカー。ほら、このちっちゃい本体とリモコンの、このちっちゃいリモコンの。走るかどうか知らないけど。これ何これ？カードゲームかな？カードゲームみたいなのが入ってるわ。さすが、おもちゃいっぱいセット。うわ今の音今の音はこれ何でしょうかね、おもちゃ福袋。あ、なんかおもちゃ入ってるな。ねえ、まあ当たり前か。なんか入ってるな、これ。バッグの中に。これなんかちっちゃい子が、ちっちゃい女の子が遊ぶゲームですかな。あ、なんかこの、ほら、なんか、こういうやつ、テプラ系のなんかおもちゃかな、これ。ね。テプラっぽい、なんかほら、字が横ついてて、こうなんか、くるくるくるって回して、ペタンコみたいなね、字が出たりするのかな。何なんでしょうか、これは。なんか、女の子が好きそうなやつかな。これなんだろうね。あ、これ知ってるわ。マックのやつだ。マックのあのゲームのおもちゃのやつ。はい。はい、トーメス。俺なんでこれ買ったんだろう。はははは、1980円でしたっけ。あ、やってるな。やってんの、プラレール。あ、これ、レゴ。レゴだ。ほら、こんな入ってるんですよね。袋開けるとね。懐かしいね。これはなんだろう。変形するっぽいな。これ、トランスフォーマーっぽいな。顔がある。変形ロボットだな、これ。トランスフォーマーかどうかわからんけども。ね。袋に入れられてます。かわいいね、これ。クマちゃん。そして、プラレールはまとめて。ね、はい、3両で全部だな、これね、はい、さあ、ブロックだけ、青いブロックだけ入ってるよ、これね。え、はい、かわいい、これかわいい。リモコンで動くカピバラさん、かわいい。これ、開いてないのかな、どうなんでしょう、箱が色あせてっけど、かわいい、リモコンで動くらしいよ。どうなんかな、使えないのかな、ちょっとわかんないね、これね。はい。なんでしょうか、これは。アッティラ。MMP、携帯少女。MNP するから、金をくれ。何これ。カードゲームかな、カードゲームっぽいですね。MNP、携帯少女。ガムテープで止めてあるよ。これ大丈夫？これ綺麗に剥がれっかな。あー、カードゲームですね、これね。はい。まあ、全部揃ってるかどうかもわからない。ガム、あんなでっかい、バチコーンってガムテープ止めてあるからね。エヴァンゲリオン初号機。ね。角がくにょって曲がってる。うわー、おー、そして10円。10円のエヴァフィギュア。10円かい。
そして仮面ライダーのやつ、ライドウォッチ。これなんだろう、なんかパーツだけっていうのがきっとね。これは、アンパンマンのやつかな。ね。伸びたけど、なんだろう、これ。どうしたらいいのかちょっとわからないけれども。ね、ネギ男みたいなやつ。はい。そして、やっぱ入ってましたね。ひよかウチ。ね、このカタカタですよ。原因はこれですよ、やっぱり。ああ、もう嫌これ。もうあんまり見たくないんだよね。正直。はい、ヨガウォッチ、もういらん。もうヨガウォッチ勘弁してくれ。もうすげえ売れたってことですよね。はい、これ仮面ライダーなんですかな。はい。おう、リカちゃん。リカちゃん、これマックのリカちゃんかな、この手の形。そして、ヨガウォッチ、二つ目。二つ目っすよ、これ。ね。つけられるかな？あ、大人もいける。大人もつけられるこれ。ほら。ね、つけられた！オッケー！チョキーン！そして何を隠そう？もう一個！はい、三本目の妖怪ウォッチだ。色違い。妖怪ウォッチの二つ目だぜ。さあ。さあ、大人もつけられる！伸びしろですね！日本とミラノですか？これは。わかんないけど。やったぜー！妖怪ウォッチ。あー、これ知ってる？このおもちゃ。磁石に、鉄のやつを置いていくんですよ。で、磁力でみんなくっついていくっていうね。これだ。はい。さあ。なんだろう、これ。怪獣。怪獣ですね。ゴジラではないな。はい。お、仮面ライダーの、カンガルーメダルとかって何か。ね。雑誌の付録かな？ね。30円。ね。はい。でもね、でかいのだいぶ減ったね。おそ松さんのトランプ。こっちか。おそ松さんトランプ。雑誌の付録だね。はい。そしてこれ。ね。ライドウォッチ。はい。まだあった。妖怪。お、すげえいっぱいあるじゃん。妖怪ウォッチのメダルを売るためみたいな。これなんだろう、わかんない。お人形のタッツやつ。あ、来た。プニプニ。プニプニ。なんでしょう、これ。天、気象店。あ、なんかあれかな。クリームパンのお店のやつかな。なんかね、その、なんかプニプニのほら。うわ、気持ちいい。気持ちいい。うわ、なんか入ってる。あ、これ。これ何これ。うまくいくのかな。はい、セットして。ああ、怖い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 。なにこれ、壊れてんじゃん。おい。なんだよ、ワンって言わねえじゃん。もう一回、さっき今。なんだよ、これ、壊れてんじゃん。言わねえじゃん。なんだよ。二回やっちゃったよ。もう。これ、車。これはトミカじゃないな。トミカじゃないな。ね、トミカではないけども、ね、まあでも綺麗ミニカー。こっちはトミカ、ちゃんと重い金属できてる、ねね、トミカとトミカじゃないやつ。これ何、これウルトラマンのやつ、これなんだろう、これあれかな、なんかこんなあったんですよね。なんかね、おもちゃ名前忘れたけど昔あったんだよこれね。こんななんかカチンってつけてやるやつ。あ、ポケットガチャガチャのトミカかなこれね。箱潰れてっけど入ってるかな、ちゃんと。あ、入ってる。あ、使ってないんじゃない、ほら、ちゃんと入ってるわ。日本レンタカーのトラック。ポケットトミカ。あ、これはいいで。いいっすね。今回でも、あんまり悪くないかも。と思いきや、妖怪ウォッチのこのね、本。しかもシール貼ってあるっていうね。メダルの本だよ、これ。うわぁ。来てるなぁ。これなんだろう。あ、これもなんか仮面ライダーのメダルでしたっけこれ。あ、ウルトラマンのやつか。ね、ウルトラマンのメダルが、こうなんか分厚い、なんかぷよーん出てるやつ、ほら。ね。これね。これなんかなんとかレンジャーのやつだね。恐竜じゃん。なんだっけ。あとはなんだ、細かいの。これ何取れてんだろう、これ。何章でこれ取れてる。これ妖怪ウォッチなんじゃないの。ね、昔の赤いやつから一番初期のやつ。
どうだろう。かわいいパンダが。パンダかなこれ。パンダなのかなちょっとわかんないけど。妖怪メダルがまだありましたね、2つ。はい。そして電車。カプセルラレールかなと思う。ねえ。これでもちょっと、ほんのもっとちっちゃいやつかな。はい。何か乗っかってる？あ。ごめんなさいね。もう、これ、あれだわ。くら寿司の人が乗ってるわ。くら寿司のキャラクター。そういうやつか。開けるとくしゃみ出るんだな。これはあれだ。これはよくね、おもちゃ、なんつったっけ、お子様ランチとかでもらえるやつね。これいこうか、じゃあ。ベイブレードの箱かな、これ。ね。ベイブレードのパーツ島箱でしたね。なんか、ベイブレードは一個も入っておりません。パーツ島やつね。説明書だけゴムで束ねていっぱい入ってるってね。いらね。元がねえから。説明書みたいなだけ入ってる。というわけで、これで行きましょうか、このガチャガチャ。なんか書いてあるかな？ウルトラマンダイナメダルって書いてある。あ、さっきのやつかな？さっきのメダルが入ってるんですかね。もうね、あっという間ですよ。正直なところ、もう、ほぼなくなってきましたよ。これ、1980円か。どう思います？1980円か。ほら、さっきのと違う。このウルトラマンのメダル。ちょっと見えづらいですけど、ウルトラマン、ね。メダルですね。これ、おもちゃで使うのかな、これ。ね、はい。これ行きましょうか。これね。1980円か。ちょっと微妙だな。妖怪メダルばっかだもんな。あ、ほら、これレンジャーキーのガチャガチャ。ね。レンジャーキー入ってますね。これ入ってる？入ってるね。はい。あ、これもレンジャーキーかな。リバティで中古で買ったやつ。ね。このレンジャーキーかな。あ、レンジャーキーじゃないのか、これ。いや、レンジャーキーですね、これね。ほら。箱はボロボロですけどね。中は、ビニール破けてるな、足とか折れてないかな、大丈夫かな、っていう感じですかね。これ1980円だよ。どう思います？これ。ちょっとなんか。なんかやっちまった感がちょっとあるけどな。でも前のやつよりかはいいかな。なんか。ね。あ、ほら、綺麗。レンジャーキー綺麗。ちゃんと箱に入ってるね。メタリックバージョンとか言ってるよ、これ。雑誌の付録だったのかな？それとも、どうなんでしょうね、これね。まあ、いいか。ちょっとわかんない。さあ、これ最後でございます。最後。いきますよ。これ、キョロちゃん。キョロちゃんの剣玉が入ってますね。これさ、あれじゃないかな。おもちゃの缶詰の中身じゃねって気がするんだけどな。何なの？あ、これ手品のやつじゃない？このね、箱の中になんか肩ができてるんですよ。こうやってやって、こうやってやると、あ、入ってねえや。違うかもしれねえ。違うかもしれねえ。これがなんかね、遊ぶやつかな？なんか、ほら、キョロちゃんのやつ。で、これは多分剣玉でしょ、これ。ね。これ、こうやってやって、ここに刺すやつ。どうやってやるの？こうやったらいいのかな？映ってますこれ。はい、できない。もうできない。もういい。はい。そして最後これです。来ました。これは最後これ、ドーン！やったぜ！金のキョロちゃん。これ当たったんじゃない？ちょっと傷があるけど。ね。さあ。食べる。これ、くちばしにおもちゃ入ってない。しかも中身ねえっていうね。おー、いい。これだったんじゃない？ひょっとして、おもちゃの缶詰のこれ。
こういうやつ入ってたんじゃないのかな。ねえ、こうやってこうやって入ってたんじゃない。ちょうど収まりいいんですけど、まあわかんないけどね、こうなってないから。はい、というわけで、ね、以上でございます。はい、どうも、あ、どうも、た、いや、高いかな、これ。やべえ、ちょっとか、どう思います、これ。あ、まずいかな。なんか、ちょ、また無駄遣いした。でも、俺、トランスフォーマーいいな、これ、かっこいいな。まあ、いっか。以上です。どうも、どうも、へぇー、ありがとうございました。Thank you.